こんにちは、デスチャ運営プロデューサーのしめさばです。明日3月11日メンテナンス後から始まるアップデート情報をご紹介します。紹介する内容は開発中のため、実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからワールドボスワイヤットが始まります。あと今回のワールドボスのストーリーとして、ヘカテ図書館にベリタス・ルクスメアっていうストーリーが追加されます。今回はオタクがテーマのストーリーで、タイプの違う3人のオタクがワイワイやるような感じになってます。新チャイルドの2体の絆ストーリーもこのストーリーとつながりがあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、まずはボスから見ていきましょう。今回ボスとして登場するのはワイヤットです。現代の戦争を教えてやろう。私に告白するつもりなのか？まったく困ったものだな。完全に破壊してやる。この子は絆解放前が白肌のピンク髪の感じで、絆解放すると褐色肌の銀髪っぽい感じに変わるので、好きな方を適用してあげてください。ボスのスキルはこんな感じです。火属性の妨害型で、新スキル永遠っていうスキルで持続ダメージを与えてきます。他にもドライブゲージ削除とか、スキルゲージチャージ速度ダウンとか、こちらを減速させてくるスキルが多い感じになってるので、しっかり対策を考えてみましょう。次に獲得できる方のワイヤットのスキルはこんな感じです。ドライブにボスと同じ永遠っていうスキルを持ってますね。あと PVP で発動する極炎なんですけど、これは火属性の味方の数でダメージが増えるので、エンドレスデュエルとかで火属性のチームを試してみたくなるスキルになってますね。そして新規チャイルドもう一体はテオファノです。どことは言わないですけど、めちゃめちゃ柔らかそうな動きをするんですよね。あんまりね、映すとまたバンされるかもしれないんで、ゲーム内でぜひじっくり見てみてください。本当の本当にすごいんですよ。ご主人様、私頑張りました。チャイルドとして生まれたことに不満はありませんが、自分の契約者を見ると思わず避けちゃいます。スキルはこんな感じです。水属性の補助型で、ノーマルスキルで持続ダメージデバフのダメージをダウンさせられます。解除とかとはまた違うのが特徴ですね。スライドは加速系スキルと、あとワールドボスで発動するドライブゲージチャージ量アップでフィーバーに入りやすくできるかもしれません。ドライブはワールドボスで水属性3体に集中を付与できます。集中は、効果時間中クリティカルが確定になるスキルなんですけど、効果時間が今回は秒数ではなくてターンなので、そこも考慮してうまく使ってみてください。最後に新しいソウルカルタの紹介です。今回はソウルカルタが2枚追加されるんですけど、そろそろあの日がやってくるということで、ホワイトデーですね。今回はホワイトデーがテーマのソウルカルタが追加されます。1枚目はこちら、ジュノーの気持ちですね。今回のワールドボスに便利なソウルカルタになってます。召喚とショップに追加されます。2枚目はこちらです。こちらはレオがプレゼントくれてるソウルカルタですね。性能としては PVP 用になってます。こちらはホワイトデー候補生応援のログインボーナスでもらえるので、ぜひ獲得してください。それでは明日のアップデートをお楽しみに。